今日は第2章ということでポッホなんですけど、はい、問題は皆さんポッホってどのくらいやったことあるんですか？ないですよ。やったことないでしょ。あります。おすごい。珍しい。だって草間さんの会議、そうそのぐらいやったんです。それはでどうせ草間さんとでしょって言ったらその通りだった。そうですだからポッホっていうゲームはね、今でもヨーロッパではやられてる、ドイツではやられてて、ポッホのボードも売ってるんですよ。売ってるんだけども、みんなやったことはないので、ここはですね、ここにあの7つ書いてありますけど、7種類のポッホの微妙な違いを、ね、延々と述べてるんですよ。それでね、私思ったんだけど、1回はやらないとね、分かんないじゃん。草間さんのレジュメはどこ？それで、おお、これ、はい、用意したので、3巡ぐらいやってみませんかっていうのが、ね、それでそもそもそうなんだ。これまずなんかただの運ゲーでしょ。でここで一応ちょっとポーカーらしいことやって、最後に、いやだな現代のゲームは。最後一応するとダメですよ。重要世紀の人の心に。端っこ持ってないから勝てない。重要世紀こんな感じで。それは あのどういった面白さがある。それは面白いじゃん。いや要するに。はい、あの一つのルールというか勝ち方に通じていても全てに勝てると限らないっていうことですかね。まあ、あの金が長持ちするんじゃないですか。トライアスロンちょっとトライアスロンとか。そしたら皆さんあの手札があの8枚チップを持って、うん、でまた1枚ずつ入れる、うん、もういいんじゃない。それでももういいんじゃない。いやもう2リールやりましょう。せっかく3回2リールもある3回8枚ないと文句言わないあの誰か了解して何が面白いんですか。いやあ、じゃあこんなとこでやめますか。いいんですけど、つまりどの手札でどれをかかるかがその都度3のゲームで変わるのが面白いってことですかね。まあ、要は3つのゲームが一緒になっていて、それがそれぞれどれがうまく当てはまるかっていうのはそれぞれ違いますよね。そう違う。それドイツにこれがすげえ強い人とかいるのか。いたらすごいよね。超弱者だ。その人じゃあ、あのそういうことで今度はお片付けをよろしく。いやあのテクノマンには最強みたいな。テクノのインタラクションがギャンブルゲームなのない。っていうことですよね。ないです、はい、あの現代のルールは結構そういうのがあるな。なるほど。だからカズマさんがやったのそれだから、もうちょっとゲームっぽい。いや、あのあれ20世紀です。つまり中世の人はマースザックスがこれ面白いと思ったのは、つまり手札がどこでどう引っかかるかが面白いのは読めないから、あ、来るんじゃないか、来るんじゃないかって思っても面白いじゃないかな。それはあるな。これ今は全部配ったけど、本当は全部配るの。いろんなルールが、はい、まあ、あのそうすると余計読めないから、やっぱり実際かけてるわけだから待ってる間のドキドキ感はあると思う。全然嫌いじゃないんですけど、やっぱり現金かけなきゃ燃えないじゃないですか。かけてもかするよ、ね、これは。金かかんないと思う。これ1000円でも1000円でも全然違うんだよね、それは。もう現代人は刺激の強いことに慣れちゃってる。だからつまりやっぱり手札がたくさんあって、どこでそれが当たるかが分からないのが。手札はたくさんないですよ。5枚のもあるし、あ、たくさんというか手札の要はどれがどこに引っかかるかが最後まで読めない、うん、ワクワクしながらずっと。あのね、最後は取り手のもあるんですよ。取り手はやっぱ技術がある。取り手になってんのはもうあれですか、創作ですか。創作ゲーム。取り手まで入ってる。まさかこの伝統ゲーム。中世って考えるとコインそんなたくさん持ってないから、相当プレッシャーあるよね。いや、あの、非常に面白かったですけど、あの、文化史的に。いや、それは文化史的に面白くないと、どこも楽しむ。いや、いいんだけど、あの、なんだろう。その、例えば、あの、白を入れる。カズマさんと井上さんは今日ウノを使ってしまったことになる。そう。気をつけよう。なんか白の入る。事故に遭遇してきたこれ。あ、そうだ。それにみんな入れる。かけられたら豪華なのが宣伝されだから。いや、それ逆ですよ。ポックっていう名前から分かるように、これからポッカーがバレる。だから3つのゲームが融合するに至ったプロセスみたいなのは興味深い。それが書いてある。あ、ここに、はい、あ、これか。私が読んまともに読んでないか。まあ、そういうことですか。はい、じゃあ、あの、続けます。いや、非常に勉強になりました。苦境にめげずに頑張って。いやいや、面白かったあの、文化史的に読んで。はい。で、ルールの変遷。
で、まずですね、今やったのがポッヘンですね。今やったポッヘンです。80ページになります。ドイツで現在まとまっています。32枚使用するんです。32枚、今人数が多かったので52枚やってますけど、本来は32枚で、はい、4、5人でやるみたいです。この32枚ってのは52枚の機械ランダムに来とって、違います。ドイツパックってドイツパックです。だから7が一番、さっきうっかり7って言っちゃったのはそうです。あ、はい、7が一番弱くて、はい、7、8、9、10っていう概念で、一番強いのはエース。それもですね、エースは昔は一番弱かったみたいです。まあ、そういうような時代があってですね、エースの代わりに2を使う時代もあったりするわけですね。で、今やったのはポッヘンでですね、ドイツで現在でも遊んでいて、なんかザ・トイカンパニーだっけとかいうのがこれをポッホブレッドを出してるんです。で、その中に入ってるドイツ語のルールがこれです。で、時計回りです。で、配り切りで、ポッホは八穴です。これ拝見します。中央に穴が開いてある九穴の周りですね。で、今言ったように、その生産って書いたのはくじ引きです。まずくじ引きをやって、競りって書いたのはポーカー、ちょっとポーカーみたいなゲーム、うん。そして最後にやるのはミシガンですね。順番出してて点がなくしたら勝ち。で、この3つのゲームをこの順番でやります。で、同じその、なんだっけ、問い、カンパニーが出してるのにフランス語のルールが入った、はい、そのフランス語のルールがドイツ語のルールと全然違うんです。何だか分かりません。フランスで現在やられてるかどうかちょっと微妙だけど、まあ現在の、ポーホブレッドに入ってるルールです。で、なんと36枚使用で、こっちは半時計回り、手札5枚で、穴は6個しかないです。なんでこうも違うんだよ。こうも違うっていう側に、プロミアさんも言ってます、うん、しかも最後のですね、ミシガンはやらない、競りとそれから、うん、競りを先にやります。それから生産、うん、競りで生き残った人しかそのカードを取れない、そういうルールです。それで、競りの時に全員パスした場合はミシガンをやります、うんうん、そういうルールです、はい、これが現代のフランスのルールらしいものです。で、次に書いてあるのはポッホの2って書いてあるのは19世紀のドイツのルールですね。で、これは32枚、あるいは人数が多いときは52枚、半時計回りで5枚手札で、8ケツで今と同じです、生産、競り、ミシガンという順番です。でですね、その後に面白いことが書いてあって、ポッホっていうのは一番古い州は1400年代にあるんですね。15世紀の初頭からあるんですけども、それが、16世紀になると突然資料がなくなる、うん、それで100年間の空白時代があって、すごい、はい、1629年に最後の資料があって、1710年まで、資料が出てこない。だから資料の空白時代があるんですね。で、面白いことに1710年から後にポッホは復活するんですけど、その空白時代の前はポックと呼んでいたものが、空白時代の後はポッホと呼ばれるようです。でルールも多分微妙に違うであろうと予想しています。で、その次は、ランスクネっていうのはこの一つ前にやったんですけども、ランスクネットにもですね、空白時代があるんですね。それは1593年から1687年の間に資料が消えるんです。1593年に古い方の最後の資料があって、1687年に新しい方の最後の資料が出てくる。その間はどうしてたのか、単に資料が見つからないだけなのか、それともプレイされてなかったのか、それとも他の理由があるのか、その辺はよくわからないって書いてあります。で、これがね、結構重なるんですね、うん、ランスクネの空白時代とポッホの空白時代がね、まあ、両方とも約90年か100年ぐらいですけど、そういう時代が重なるんですね。これは不思議です。で、30年戦争の時代ですけどね。かもね、まあ、そういうあれかも。私も同じこと考えてますけど、うん、まあ、30年戦争は17世紀だけど、それでですね、ボーゲルシュピールっていうのが次に書いてあって、これは18世紀前半のルールで、32枚使用で時計回りで5枚手札です。で、8ケツの、ポッホ、ブレッドを使います。で、生産、セリ、ミシガンというさっきのあれとあれですけども、読んでもらうと分かりますけど、さっきやったのといろんなところで微妙にルールが違うという形をします、はい。で、今度はですね、フランスに渡るとですね、これをグリュックと呼んでます。グリック、これは
ドイツ語のグリュック喜びから来てるっていう説もあるし、そうじゃないっていう説もあるみたいです。でフランスで16世紀にやられて32枚でプレイされたと書いてあるけどよくわからないって書いてありますね。手札が9枚です。であのポッホブレッドはですね、このグリックブレッドっていうのはですね、なんと、16世紀のものは、ね、1個しか見つかってない。だからあのそういうのなしでやったんじゃないかというふうに黒宮さん書いてますね。で実はこのグリックにもですね、空白時代があってですね、これはあのアバウトですけど1600年頃までは資料が出てきて、1600年から1720年まで消えて、まあ、やっぱり 30年説の時代は1720年ぐらいからまたポツポツ出てくると。でこれ面白いのはフランスですけどね、1600年以前はグリックと呼ばれたものが、空白時代が終わった後では今度はポックと呼ばれるようになるというふうに書いてありますね。あの面白いのはね、1720年の最初の頃はまだグリックと言ってたみたい。その後にポックという呼び名がすぐ急速に広まっちゃって、グリックという名前が駆逐されたみたいです。はい、じゃあその空白時代何もないかというと、実はですね、お隣のイギリスはその時代にあったんですね。それがグリークです。グリークという名前から多分あのフランスから伝わったんだろうと推察されますね。でこれはイギリスで17世紀後半に、行われているのは44枚 OED に入っている。それで、時計回りで12枚手札で穴が1個しかないと。どういうことやったかちょっとあれなんだけど、あのこれは面白いのは、さっきの競りみたいなのやった後で、手札を回収してトリックテイキングゲームになります。これね結構やったら面白い。これが梶間さんがやったやつかな。いや違う、また違う。あのそれをさらに20世紀になって改良したけど、もっと面白くしたやつ。面白いでしょ。割とね、まあくじ引きみたいなところあるけど遊べるよね。はい、はいはい、いやさっきのも面白かったですよ。ああはいはい、なんかトップされたようですけど面白かった、はい、面白かったです。で最後は、ポック。これは南ドイツやスイスやアルザスで行われている16世紀のルールです。で48枚使用で生産して競りというふうになります。それで、その後に黒宮さんがまとめの考察をしているんですが、これが非常に面白いと。ただし黒宮さんが断っているのは、文献的な証拠が何もないので、これは私の妄想であると断っていますが、あのなかなか説得力ある妄想なので説明しますと、このゲームは最初はですね、あのコンダナードって前回説明したような、コンダナードってどういうのかというと、例えばなんか好きな数字言ってください。はい、7。そしたらこう配っ、あみんなまず、アンティ出す、はい、みんな出すで7っつったらこう配っていくと、うん、何周でもね、こう配って、あな最初に配られた人にそれがいくと、うん、コンダナードっていうゲームはそういうゲームです。だからいや面白いかっていうと、いや現金かけりゃ面白いじゃないですか。本当かけです。だからコンダナードのようなゲームが最初でね、あの最初は最初にキングを配られた人が、要するに何、あのまあ全員がアンティを出して最初こう配って配った中にキングがある人が全部取るみたいなルールだったんだろうと。それじゃあつまんないので。お皿をだんだん増やしてね、はいはい、じゃあクイーンも取れるようにしよう、キングも取れるようにしよう。でフランスに行ってマリアージュができたんじゃないか。キングクイーンのペアが、あると、あのそこのキングも取れるしクイーンもあるし、切り札のキングクイーンのペアを取れるとそれが全部取れると。でねやってみるとね面白いです。なぜかというとマリアージュはねチップが溜まるから、うん、それで溜まったあたりでね出るとね、なるほど、バッと入ってくるから。なるほど、シーケンスもそうです。シーケンスもね溜まるんですよ、うん、でも3枚シーケンスってそんなに珍しくないね、同じ数と3枚っていうのはね、うん、なのであのできるとドッと入ってくるから、あのなんとか社交心というかギャンブルっぽい、うん、はいはいはい、なのであのそういう風になったんじゃないか。確かに、なるほど。でそれに今度はポーカーのようなルールが加わって、うん、そしてあの最後にミシガンが加わってっていう具合にこうだんだんその屋上奥を重ねるようにゲームが増えていったんじゃないかっていうわけだから、最後はミシガンをやらないルールもあるし、いくつかね、それからミシガンでなくてトリックテイキングやるのもあるしっていう推察をしてます。で あと面白いのはディーラーが最後にめくる1枚を切り札っていうと、で実際はあの切り札の
効果はない、いわゆるトリック提携の金融の効果は全くないんだけども、そういうシステムが最初からないというか、ない、ただその黒宮さんの推測だと、そうやって切り札を決めるルールが、オンブルとかそういう側に取り込まれて、それまで切り札なかったのが1枚めくって切り札を決めるっていうルールがね、そういうゲームは古いゲームありますから、うんうん、になったんじゃないかという推察をしてると。なるほど。だからポッホっていうゲームが長い間遊ばれ続けてきたんだけど、そのゲームと周りのゲームとの関係がね、まあ遊戯史的には面白いみたいなことを書いてます。で、ポッホって名前から分かるように、これはポーカーの一つの祖先の一つだって言われてます。ポックだからポッホ、ポーカーね。で、実際にフランスでポックっていうゲームがあって、ポークかっていうゲームがあって、ポーカーにちょっと似てるんですよね。で、賭けのシステムがもっと整理されて、それからストレートとかフラッシュが増えてポーカーになったんじゃないかっていうようなことがね、まあ、ニューオリンズですけど、違いますもんね、ストレートも昔のそれっぽいの。でポーカーはニューオリンズで始まるんですけど、ニューオリンズっていうのはニューオルレアンですから、要するにフランス移民が行くわけですよね。だからフランス移民がポークを持って行って、それでそれがポーカーに成長したんではないかっていう推察を述べています。というわけで、この章はね、私は読んでて非常に面白かった。いろんなゲームの変遷があって、空想すると、あ、なるほど、向こうではこんなルールでローカルルールやってたんだろうなとか、こっちではこういうルールにしたんだろうなとかいうようなのが分かるので、なかなかその遊びの系譜みたいな感じではね、面白いので、読んでいて面白い。イタリアにはないの？はい、イタリアないの？イタリアでは聞かないね。なるほど。面白いのは、ハプスブルク家のカール5世がプレイしていたとか、まあ、そういう話がありますね。それとか、リドルとダランベールの百科全書の改訂版にゲームの考え、うん、出てるね、ルールが入っているとか、入ってる。あとヘンリー8世が、はい、グリークかイギリスの好きだったとかね、とか OED に OED に入ってるとか、うん、というわけで、やっぱりギャンブルゲームって言うとしぼじぼもプレイするってイメージですが、やっぱりこれはセレブのゲームってこと。いやいや、上から下までやったみたいな。ああ、そうなんですね。バカラも上から下までやってるし、たまたま記録に残ってるのが目立つってことかな、それが。まあでもね、頑張って少量したせいだと思うんだけど、いろんな記録が出てきますよ。はい、まあ、確かにレートが変わることはあっても、高貴な人しかやらないギャンブルというのは競馬の馬骨くらいですか。なんでしょうね、高貴な人しかやらないギャンブルってあるかな、海王位とかどうだろう。まあ、いずれにせよかなりプレイされていたってことが伝わってきますね。バンスコロクなんかね、上から下までやってるから、ね、はいはいはい、まだ爆車そういうとこありますよね。ありますね。爆車割と上から下までなんかやるね。まあ、そんなにルールが変わらない感じありますよね。最近社会でやるスポーツが全く違うとか普通にあるじゃないですか。私はあんま聞かないよ、ね。バンソクログの場合は道具は相当違う、ね、貴族のやってるのはすごい綺麗だけど、庶民がやってるのは板っきれだから、ね、私学に関心のあるものとしては、その断絶の時期がなぜかっていう仮説を立ってくれると嬉しい。まあ、断絶がありましたしか書いてないです。そうだから関心があんまりない。仮説を出してもらったんですか。現代これ現代だね。これ買えますよ、はい、田中ロムさんが買ったけど、すげえな、ダメね、ちっちゃかった。ダメってのは使えないってこと。使いにくい、チップがこの大きさでは大きい、もっと場面みたいな、そう、場面みたいな、使えばできる。マンカラみたいです、うん、マンカラっぽいですよ、見ると、うん、だけど本当の防犯はもっと大きかったと思う。まあ、そうですよね、うん、だからある意味インテリア的なあれも。これなんかね、これは歴史的なもんだけど、結構深いんですよ。これとかやると燃えるかもしれない。インテリアとですよね。このバスは重要ですか。カレー食う皿みたいな。あ、そうです、ね、うん、カレー食う皿。ハッシュで入るビールスみたいな。でもこんなの本当にありがせのなんか茶碗みたいのでやってたんだな、ね、うん、だからでもカール5世がプレイしてるって見ると結構燃えてくるところが。そうなんだ。メイクンですからね。うん、じゃあ、あれかな、ゲームブックの話かな。もう終わり、はい、はいはい、まあ、なんか質問あればあれですか。なぜ断絶したのかっていうのが聞いて。いや、それは私も資料が見つからないって話だから出てくるかもしれない。
あだから遊ばせてもらったやつはあのトランプ会で遊ばせてもらったやつ、あれは20世紀の20世紀のやつで誰が、うん、それは分からない、それは分からない、どっかでもあれ取り手だから、うん、なんかに本に出てきますよ、うんうん、いかにもランツクネヒトがプレイしそうなゲームなのになぜ残っていないのかという、その時期にという、ね、その時期でしょ、地域と残ってるのがあればその16世紀だからやっぱり30年間の時なんか頭になんかある、まあそうでしょうね、だってそこの時期だけポカーン抜けてるからやっぱり完膚なきまで破壊されたわけじゃないか、そこの資料だからそこら辺だよね、研究の方向性としては断絶の、うん、それが妥当かどうかで研究してるから30年生とかなり死んでるわけですよ、かなりなんてもんじゃないですか、うん、だから完膚なきまで破壊、新生体なんだよって言ってやっちゃうんですよ、だから、まあ、スカートもドッペルコフもちゃんと、うん、それに本当に簡単に手に入りますわね、そうそうそう、ドイツで、あの日本の地方、花札の地方では手に入れようとしたら大変だから、ね、それは簡単である、今でもこれ使われてる、使われてます、これ使われてる、本当に、あ、コンビニはない、まあ、コンビニはドイツはあんまないんですけど、あ、キオスクに売ってます、これ。マジですか、え、じゃこれで何のゲームしてるんですか、これでスカートやってるんじゃないですか、多分、うん。スカートか、デッキはスカートとか、うん、じゃないですか、ね、うん。もちろん他のゲームできはしますけど、普通に。でも、まあ、スカートやってるんでしょうね。うん、シナリオ的なものができるでしょうね。うん、なんで、神経するんですか、面白かったやつだと思う。